この子がレアアイテム。なあ、正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポート AI アファシスだよ。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲットできるチャンスだと思ったんだけどな。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよ。キリト、1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという貢献使いのあのキリトさん。キリトでいいよ、こっちはアスナ。キリト君、もう余計なことまで言わないで悪い悪い、はあ、名前はランキングで何度も見ているわ。アファシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X A29000、 マスター登録はすでに完了しています。この人が私のマスターです。現在メインシステムを 50% まで起動中。しばらくお待ちください。え？やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。それに、いや、なんでもない。ん？ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ。あんたのものは私のものでしょ。言い訳したって無駄なんだから。あんま、よし、あんたのものは私のものだから、あんたのアファシスも私のもの。そういうことにしてあげるわ。あんたにもさっき迷惑かけちゃったしね。フレハはマスターの上位者認識しました。よろしくお願いします。じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしいよ、キリト君。ユイちゃんが喜ぶものがあればいいんだけど。私クレハって言います。私絶対にトッププレイヤーになるんで覚えていてくださいナイスガッツ、クレハ。それと君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時アファシスをかばったんだい？なるほど、そうだよな。こういうものの理屈なんて後付けにしかならないかもな。うん、君とは気が合いそうだ。また後で会えるといいな。またね、アファシスちゃんも。バイバイ。メインシステム起動。90100、システムチェック、オールグリーン、起動完了しました。あのマスター、私の名前を決めてほしいです。後から変更も可能ですが、変な名前をつけないでくださいね。すみません、驚かせてしまいましたよね。でもこれは仕様なんです。タイプ X にはそれぞれ個性が設定されています。それより早く名前をつけてあげたら？これからずっと一緒に連れ歩くんだからね。登録完了です素敵な名前をありがとうございます、マスター。うん、いい名前じゃない。それで名前をつけてもらったお礼をしたいんです。きっとマスターに合う武器だと思うんですけど。はい、アルティメットファイバーガンです。長いから UFG って呼んでください。へー、初めて見る銃ね。光線銃かな。もしかしてかなりレアな武器？はい、レアなのは間違いないです。その、これはまだ誰も所有したことのない武器なんです。これからどんな風に成長するかわからない。今のマスターと似てるかなって。それってまだ実装前の武器ってことじゃない？
の？すごい！レア中のレアだよ！気に入ってもらえてよかったです。それでは UFG の使い方を説明しますね。マスター、早速 UFG を使ってみてください。クレアは上から見ててほしいです。きっとすっごく驚くと思います。ここからじゃダメなの？上が特等席なんです。わかった、じゃあ上から見てるから。UFG が刺さるところは発射前にレティック…レティクル、つまり構えた時に出る照準の色。さすがマスターです。 UFG を当てると動く仕掛けがあります。試しに成功しました。飛んでいるエネミーに UFG を当てると、ダッシュ、さすがマスターです。ダウンさせたエネミーに UFG を当てるとアイテムを取ることができます。成功しました。これで UFG は完璧だと思います。マスター、ちょっと、人がせっせと上り下りしてたっていうのに、ずいぶん楽しそうにひょいひょいと移動してくれるじゃないの。他の機能のことはどうであれ。お疲れ様です、マスター。きっとバッチリだと思います。面白い武器ね。今度私にも貸してよ。タイムアウト。参加者は戦闘を停止してください。以降の戦闘結果はポイントに反映されません。繰り返します。キリトさんたちは何位だったんだろう。参加者なら順位がメニューから見れたはずなんだけど。すごい、キリトさんたちが優勝だよ。でも今日の本当の勝者はきっとあんたね。私きっとお役に立ってみせますから、だから大事にしてくださいね。さあ、もうすぐ自動的に SBC グロッケンに転送されるわ。戻ったら打ち上げよ。いや、クレハ君たちも生き残っていたんだ。僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道の先に何かあったのかな？はじめまして。君はプレイヤーではない？まさかこれがアファシス？はい、タイプ X のアファシスです。ったく、なんで僕が落としたパンはいつもバターを塗った方が下になるんだろう。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。へえ、
じゃあニュービーの君がマスターなのか。その幸運を少し分けてほしいよ。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アバシスの話も聞きたいし。どうだろう、あれ、君はさっき戦った。どうも。貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。君はキリト君の友人なのかい。なるほど。アファシスを手に入れ、トッププレイヤーに興味を持たれる。よかったら、いつきも来ないか。残念だけど遠慮するよ。君たちはどうかな。パーティー。マスター、ちょっとだけ興味があります。もちろん参加するわ。ね。キリト、アスナ、イベント大会優勝おめでとう。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、今日のお祝いは俺とアスナのじゃないんだ。超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。わあ、美人さんなんですね、アファシスって。こんなに近くで見たの初めてです。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。アンドロイドです。紛らわしくてすみません。ごめんなさい。皆さん、はじめまして。私はアファシステムタイプ X A29000 です。型番では呼びにくいですよね。よかったら皆さんの好きな名前で呼んでください。その名前はマスターにもらった特別ですから、できればマスターだけに呼んでほしいです。うわー、羨ましい。羨ましすぎるぜあんた。俺も欲しい。俺だけの可愛い子ちゃんが。GGO に来ても変わらんな、クライは。そうだね。ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしくね。レイちゃん、はい、素敵な名前ですね。皆さん、どうぞよろしくお願いします。サポートアンドロイドとして皆さんをお手伝いさせていただきます。もしパーティーに誘っていただけたら、私頑張ってサポートしますので。そのマスターがお留守の時でも大丈夫です。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ。ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったらダメだからね。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？ん？その武器って見たことないんだけど、どこで手に入れたの？二次層の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、一回だけ使えるタイプ X の特別な機能です。他にもいろんな機能があるはずです。多分 AI にしては随分アバウトな表現ですね。確かに、これは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。移動サポート機能、
こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そりゃまあ友達価格ってやつで。まったく。でも本当にあなたはリアルラックが高いんだね。うん、ちょっぴり羨ましいです。昔から運はいい方よね、あんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？ううん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど。あの、もしよかったらお友達になりませんか？賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。クレアの気持ち、私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのってあまり好きではないわ。うん、私も同じ。何よりちゃんと自分自身の力でトップを目指したいから。しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。うん、私も。お手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。あのね、ずっと前から女の子プレイヤーの友達が欲しかったんだ。だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわぁ、もうなんて言ったらいいんだろう。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。ありがとうね。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行ってみないか？急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。君ってさ、ソロタイプだろ？そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく近い雰囲気を感じたんだ。君がファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ、それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、きっと君にとってあのアファシスは会った時から大事なものなんだよ。って全部俺の勝手な考えだけどね。外れていたらごめん。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り合えるなんて、君は本当にラッキーだな。一つ聞きたいんだけど、いいかな？仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだって言う人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今、ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり、君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ、仮想世界へ。マスター、おかえりなさい。私はマスターのアファシスですから。だから、マスターのお部屋に私がいてもおかしくないですよね。アファシスとは、アーティーファイナンシャ、つまりアファシステムタイプ X なんです。とにかく私はサポート AI なので、マスターと一緒にいたいです。
金庫のようなお仕事もできます。すみません、まだチュートリアルが終わってませんでしたね。今からご説明します。私はクレジットやアイテムを管理することができます。他に部屋のお掃除やお話し相手や何でも言ってください。他に何か聞きたいことはありますか？なければいけないことはいろいろありそうですね。出かける前には準備を万全にしてくださいね。どこから弾丸が飛んでくるかわからないですから。あ、街の中は安全です。フィールドや指定の場所以外では他の人を攻撃することはできません。でもどんなところでも安心していてください。私がマスターを守りますから。それではカスタマイズポイントを使ってマスターや私のステータスを成長させてみましょう。ステータスは戦いだけでなく強い武器や防具を装備するためにも成長させる必要があります。とりあえず私のステータスを見てみましょうか。あれ、なんでこんなにステータスが低いんでしょう。あ、もしかしてプログラムエラー。私一人では解決できそうにないです。マスター、私を修理工場に連れて行ってくれませんか。おかしいです、スキルがほとんどないですし、もっともっといろんなことができるはずなのに、これではマスターのお役に立てません。あ、原因わかったかもしれません。私じゃなくてマスターに起因する問題みたいです。マスターがまだ初心者でステータスが低いことが原因ですね。アファシスはサポート AI ですから、使用者であるマスターより強くなれないように設定されているんです。でもマスターが強くなれば私も本来の力が発揮できるようになります。一緒に頑張りましょうね、マスター。それでは次はマスターのステータスを見てみましょう。メニューを開いてメールを選択してくださいね。SBC グロッケン、どんなところなんでしょう。ちょっと楽しみです。行ってみましょう、マスター。